野球の始球式を務めてほしいメンバーは、そうね。でもみーちゃんやったことないけど、どうなんだろう、届くのかな。みーちゃんやってほしいけどね。専属モデルになってほしいメンバー、これね、マトノさんとあと、まあ、村山さん、この2人はちょっと期待してます。実は地味に、ランウェイを歩いてほしいという意味で言うとこの2人、本当に同じくですね。あと向井さんも結構いけると思うんだけどね。あなたが思う一番可愛いメンバーは、これみーちゃんです一番面白いメンバーはキラコです。美しいメンバーは中島さんです。かっこいいメンバーは、かっこいいのはポンじゃない、ユイポンじゃない。一番ダンスがうまいメンバーは、ダンスがうまいメンバー、あー難しいね。どこを持ってって思うんだけど、僕正直なこと言うと、エンピカちゃんのダンス好きなんだよな。なので今回はここはエンピカちゃんで、はい。一番泣き虫のメンバーは、今のところ向井糸葉さんということでよろしいでしょうか。一番トークがうまいメンバー、トークがうまい。でもね、中島さんはトークあるよね。で、まあ祭りもだいぶうまくなってきましたね。で、そういう意味で言うとやっぱチュケか、安定感があるってところを見るとね。一番愛嬌のあるメンバー、愛嬌、好かれる。そうね、愛嬌でいくと小島渚さん、しっかりしているメンバー、しっかりしているメンバー、しっかりしているメンバー、しっかりがいないんだよね、桜、欅、すべてにおいてしっかり、しっかり、しっかり、しっかりしてる、しっかりしてる、誰だ、しっかりしてるメンバー、あー分かんねえ、しっかりしてるの、うわーしっかりしてね、一気に行き、いやーしっかりはいない滑舌が悪いメンバー、これはね今のところは井上さん、まだ、はい、中思いのメンバー、これはねウエムですね、はい。我慢強いメンバー、我慢強いふーちゃんかな。86番ゲラなメンバー、ゲラはこれルンちゃんですね。で運動神経がいいはホノでしょ。綺麗好きなメンバー、綺麗好きはまあリサが卒業しちゃったんでね、誰だろうね今。誰が綺麗好きなんだろう、わかんないこれは。一番声優に向いてそうなメンバーは、これはもうみーちゃんということでよろしいでしょうか。ツンデレなメンバーは、ツンデレはマリノ様ですね、はい。ファンクラブには入ってますか、ファンクラブ入ってます。どれぐらい入ってるか、今どんぐらいなんだろう、ちょっと見てみますね。もうリアルで見た方が早いんでね、ちょ少々お待ちを。2018年の2月16日から入ってるんで、はい、そんぐらいです琥珀には毎回何枚ぐらい応募しますか、まあ村があるんで、まあ見繰りで行くと村があるんで何とも言えないですけど、前回結構買ったんでね、まあでも理想を言うとやっぱ5枚ぐらいは出したいですね。シングルが出るために CD を何枚買いますか。 CD はまあ1セットは買うんで最低5枚、それ以上の時もあるというところですね。年間どれぐらいの金額をライブやグッズのように費やしてる、相当使ってると思います。もう怖くて計算したくないですね。2桁は確実にいってる、3桁はいってないと思う、2桁だとは思います。
あ、万の2桁ね、有料メッセージは取ってますか？取ってますよ。何人取ってますか？今現状ね、今の現状は、7名取ってます。はい、みーちゃん、ふーちゃん、はぶちゃん、ゾノ、ゆみこ会長、きらこ祭りですね。もう少ししたらね、あれなのでゆみこさんは終わってしまいますけど、あと3問ですね。桜坂の解明すると聞いたときどう思いましたか？解散しなくてよかったと思いました。桜坂46に改名してよかったと思いますか？もう今となってはよかったと思いますよ。これからもどんなことがあろうと桜坂46を応援し続けますか？愚問ですねということで100問いきましたよ。約30分収録しましたけども、あ、すごいね。難しいのもありましたね。まあこれ欅も含めて書いてるんでちょっとあの曖昧でしたけど、これまた桜坂版作り直してもいいかもしれないね。はい、いやーでもこうやってなるとやっぱもうメンバーが増えたからこれ答えられるようになってるってところも正直あるのかなって気もします。綺麗好きが出てこなかったな。誰が綺麗好きなんだろう。かりんちゃんとか案外綺麗好きそうだけどね。